三菱重工長崎造船所が建造した最新鋭の護衛艦朝日の引き渡し式がありました。朝日は全長151メートル、幅 18.3メートル、基準排水量5100トンの新型の護衛艦です。建造費はおよそ759億円、戦後長崎造船所で建造した護衛艦で32隻目です。ガスと電気のハイブリッド推進装置を備えた初めての護衛艦で、これまでより長時間の活動ができるようになりました。対潜水艦の戦闘能力が向上し、災害支援などの役割も担います。引き渡し式には造船所や防衛省の関係者らおよそ300人が出席し、2年10ヶ月かけて建造した朝日を防衛省に引き渡しました。引き続き行われた自衛艦機授与式では、村川豊海上幕僚長から海上自衛隊の自衛艦機が高岡聡艦長に授与され、朝日へと運ばれます。およそ200人の乗組員が艦に乗り、自衛艦機を掲揚しました。長崎造船所が建造した護衛艦の引き渡しは2014年3月の鈴付き以来4年ぶりです。北朝鮮は一昨年以来3回の核実験のほか、40発もの弾道ミサイルの発射を強行した。こうした厳しい安全保障環境下において、防衛省自衛隊は国民の生命、財産と我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くために、求められる役割を実効的に果たしていかねばならない。朝日は今後3ヶ月の訓練などを経て、日本海域での警備やイージス艦のサポートに当たります。佐世保基地の第2護衛隊に配備され、明日午前9時に入港します。